こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちらグリーク、メモリーズオブアズラをプレイしていきたいと思います。アズーラかな、アズールかな、最後の方ね。さてとやっていきたいと思います。今作は横スクロールのアクションプラットフォーマーということで、3体のキャラクター兄弟たちを切り替えながら攻略していく作品となっているようです。手書きのアニメーションが美しい感じでしたね、トレーラーを見た感じですと。で、キャラクターを取り替えていくというと、個人的にはパズルプラットフォーマーを思い出すのですが、最近もちょうど3体でプレイする作品を見たのですが、プレイしたんですけど、ちょっと前に。他にですとトラインとかシリーズがちょうどそんな感じで3体のキャラクターを取り替えながら、動作を変えながらパズルを攻略していくタイプの作品なので、今作もそちらの影響を受けているのではないかなとちょっと思ったりしました。あと例によって例の日本語などを、日本語じゃないごめん、あ、メニューなどを見てみましょう。ちょうど日本語って出たので読んでしまった。で、今回デモ版なのですが、標準でもう日本語がありますね。これは助かる。コントローラーとかこちらで操作の切り替えなどができます。コントローラーは例によって例のごとく Xbox シリーズ X のものを使用させていただいています。では早速スタートゲームでプレイしていきましょう。デモ版をプレイ。蝶々を見て、ここは穴があったらとりあえず飛んでみたい。なるほど、ダメージ入る。ローリング。ローリング Y ボタンか。2段ジャンプを所持しているイベントに。あ、ライフポイント3回復する。レゴの手作りパン。これは何だろう。チャージっぽいもの。で、左下は切り替えっぽいですね。なるほど、弓は数があるね。OKOK。弓はというかクロスボウですか。壁ひっつけるのね。グリーク、決して恐れないで。レイデルと私がいつもそばにいるから。もし危険を感じたら思い出して、印をたどって残していくから。あ、これ敵か。これ罠か。アダラ必ず見つけるから。末っ子なのかな、主人公。特にローリングとかの説明は出ませんでしたが、ローリングすると敵をすり抜けることが可能そうですね。なるほど。回復は敵を倒した時にも出る。なるほど。2段のジャンプを活用してくれと。空中ダッシュというか空中で避けは今のところ発動できないさそうですね。これは全体どうこうってわけではないですよね。 OK。 クリスタルのようなものを入手できているので、お金のようなものだろうか、それとも、ここには特にないですね。スキルをアンロックしたりとかっていうのがこういうタイプの作品でたまにあるのですが、それかなと思いましたね。ん？ああ、今倒したやつがからこの小型の敵が出現したのか。少々位置がつかみにくいですね。画面的に入れてしまうと少々見づらいんですが、縁を入れてもいいかもしれないレベルですね。敵とか攻撃の、私が今のところ敵の攻撃にヒットしてしまってるのがほとんど画面に映り込んでいないので見えないという感じですが、背景と同化してしまうわけではありませんが、絵柄が全く同じなのでちょっと分かりにくい。動き滑らかですね。ああ、操作しないとダメか。途中で止まったのがよろしくなかった感じだな。ロード中、死んじゃいましたよね。コンティニュー。グリーク起きて。死んでいない。死んだのかと思ったのだけど、そうではなかった。結局最終的に落ちてたのか、そうじゃあ。
ここは一体。あ、水に泳げるんだね。え？あ、B な、B ね、なるほど。ブリークやっと道を見つけたわね。ここから出る方法を教えてあげる。魔法が使えると遠距離だけどそんなに遠くまで攻撃できないみたいな。あ、浮くんだ。滑空する感じか。滑空っていうか冬だな完全に。攻撃するのと同じゲージ使うんだね。なるほど、気をつけないと。なるほど、これでこう向きを変えて撃つことが可能。 HP は弟かな。さっきまで使ってたキャラクター、彼と同じ量なんだね。 HP の差はない感じか。よく考えると主人公を先ほどまで使っていた。あ、これカメラ動かせるのいいね。こういうのいい。さっきまで使っていた主人公がその魔法のような剣を使っていたから種族的なのか、その彼らが特別なのかは分かりませんが、魔法が使える一族なんだろうね。少なくても例えば、あ、やっぱり LT 押すと動向は。なるほど、さっきまで出たのってそれか。攻撃とかもしてくれるのかな。痛い。なるほど、そういうことね。完全に分かった、完全に分かった気がする。冗談はさておき、ここですね。で、アダラに変えて。やっぱりそうですね。パズルプラットフォーマー系ですね。これはいいですね。俺が何もしてなくても攻撃してくれてたのかな。どっちだ？どっちが先行で。ああ、そういうことか。お姉さんを潰したらどうなる？ああ、いけないのか。そうか。どうしてもやってみたいと思った。押すのは彼じゃないとダメ？ああ、どっちでも大丈夫。なるほど。いや、重要なので、キャラクターによって押せないっていう場合は、ほら、そのキャラクターで特定の仕掛けをやるしかなくなるので、重要ですね。あれは彼女の滑空ではさすがに届かないか。あ、そっか、いけるのか。なるほど。あ、でもこっちなんだ、開くの。よし。B ボタンを押さないと拾ってくれないんだ、今更だけど。攻撃してくれるのいいですね。ウーラグなんとかだって言ってたね。それ種族なのかな。なんで彼らを戦ったり、そのいわゆる離れ離れになってたんだろう。デモ版だからということはないだろうけど。終了。
もう一体キャラクターがいたはずなんだけど。そろそろ出会うのかな？盾を持ったキャラクターだったような気がしたんだけど。うん。2つの歯車が必要だ。この操作するの若干面倒ですね。こちらがやったのとほとんど同じような行動をとってしまうので、少しキャラクターが離れているだけでもやりづらくなってしまうですね。お、私が取ったのと同じ行動を取ってしまうので少々面倒ですね。OK。超エリクサー、アルビオシスイベント開き、押すとライフポイント回復する。なるほど。これ、パンの方がエリクサーより回復するんだ。エルフ族のパンかな。ぐらいだったら普通にいけそうじゃない？二人とも。やっぱいける。いや、これはお姉さんだったら普通にいける。必要全くなかったっぽいけど。ゲームをセーブしますか。はい。これもう一人来ないんだ。で、ここを通り抜けて、何か特殊な、あれギアか。なるほど。うん。どちらでもいいですね、これは。弓矢。やべ、大体こういう作品って上ボタンを押していけるんだけど、今作上ボタンを押すのではなくて B ボタンで掴んでいくだから、ちょっと操作をミスってしまう時々。方向キーの上ボタンですね。で、こういうはしごって大体しがみつくことが可能なんですが、今作だと、はしごを掴むのにもう一つ B ボタンを押すっていうのが必要なんですね。それをついついミスってしまう。別にその操作が悪いわけじゃないですね。これはこれで、誤操作がなくなるっていうのでいいんですよ。勝手にどっかにひっつかんじゃうってことが発生したりするので、ゲームによっては。特にボス戦などでそういうのが発生するとちょっと嫌なんですよね。それをいい意味で抜いてるんじゃないかなっていう気がしますね。現在私がひっつかむのを失敗している件に関しては、そもそも、やはり、操作への慣れが不足しているからなので、ゲームのせいってわけではないですね、こちらに関しては。完全に私のせいですね。おっと、一発もらってしまった、二発目。死んでしまうのか、主人公。エリクサーを飲んでおこう。さすがに無理か。
そんなのがあるのか。古代の歯車、大きい機械の歯車。いや、開いたはいいけど、もう一人はどうやって帰るんだい？あちらからは渡って来れないしね。下の方から行くと何かあるとか思ったけど、何もなさげなので今回は攻略を優先するか。珍しいね、デモ版でもう一体のキャラクターすぐには使用させてくれないっていうのは。結構謎解きというか、ゲーム始まってからもう20分ほどか。大体はずっとプレイしてるわけではなくて、止まったり話したりとかしてたのでまた別ですけど、できる私は結構比較的序盤からもう3体のキャラクターをデモ版では使わせてくれるのかなと思っていたので、でここまではいいのですが、こちらにある。OK。ただどちらからでも来れたね。別に遠回りしなくてもこの主人公だったらさっきの道から普通に行けそう。敵を倒すメリットが薄いですね。お金のようなものがたまにドロップするといえばドロップしますけど。弓を5本か。もう一個何か欲しいところですね。よし。なるほど、結局2人とも来ていないとダメか。ことができた。おっとミス。ここですね。おっと、ここはできれば弟の方で来たかった。例えば彼女の回避バックステップなんですよね、弟と違って。弟は前転するんですけど、ドラゴンフルーツこれ食えない、ダメか。開けよそこは。で、普通に進んだ先だったよね、ここだ。このエリアとか2人で攻略するの面倒そう。どっちかがついてきてる方がトラップに引っかかりそうですね。まあでも2人で来るしかないけど。よ
どうした？うん。力渡ってこいと。え、無理じゃね？二人で上からでも行こうと思えば行けるか。ジャンプしてればあれの上で。二人だと面倒ですね、明らかに仕掛けが。ちょっと待って。さすがに無理か。いけないといけないなら、あ、ダメか。どっちかは絶対上から行かないといけないのか。あ、これはまた移動するの面倒ですね。こうして。何か見落としてるんじゃないのか、俺が。ここで開けられるとか。そこショートカットだっただけだとかじゃないのか。さすがにあれ面倒すぎるので。あ、ですよね。そうじゃないとね。さすがに、上から来ないといけないっていうのは明らかに面倒すぎる。手作りパン食べてるのになかなか回復されなかったね。ああ、あのゲージが0になったら回復なのか。なるほど、なるほど。で、オッケー。いきなり。おっと。ボーンクラッシャー。あれ大丈夫？ダメージ入ってるんじゃない？あ、やっぱり。これは2体ともコントロールするの少々面倒ですね。共闘感自体はありますけど。これは弟の方を操作して、彼女は無視した方が良さそうですね。二人とも下ろすというのは最終手段かな。やたら突進してくるね。倒したね。何が作られるんだろうか。ロード中。
アデンバンここで終了。あー、残念ながら3体目のキャラクターをチェックすることができませんでしたね。ちょっと残念。そっかそっか。発売も間近ですね。2ヶ月後ということで、現在これをプレイさせていただいているのは Steam Fest 開催中6月19日なので、なるほど。パズル的にはでも面白いですね。やっぱりキャラクターを切り替えたりとかしていくのは。個人的に気になったのが、戦闘中などで他のキャラクターも出っ放しなタイプなんですよ、今作。他の、そうですね。例えばトラインとかですが、キャラクターを切り替えるといっても、切り替えた場合、他のキャラクターが消えてしまうんですね。その自分のいた位置に別キャラクターを取り替えるとかなんですけど、本作は使っているキャラクターがその場に放りっぱなしなので、違いとしてはさっきみたいに特定の戦闘で足を引っ張ってしまう、もしくはさっきのトラップがあった地域もそうですよね。他のキャラクターを引き連れて移動をしてしまうとトラップに大体引っかかってしまう。引っかからなかったら、引っかからないように、その一人で行動していると同じ道を2度3度と通る必要が出てくる。他のキャラクターを使ってっていうことですよね。で、少々面倒に感じてしまうプレイヤーが、実際私はちょっと面倒だなって思いました。やってて。その、アクションやギミック自体はいいのですが、そこら辺がネックとなって、ちょっと人を選ぶ作品になる可能性はありますね。ただ、アクションもパズル自体もなかなか面白いですね。こうやってキャラクターを使い分けられる作品ってパズルいろいろなものが組めるので、で、トレーラーを見た限りということになってしまうんですが、持っていたキャラクターって盾持ってたじゃないですか。ビームみたいなものが流れてきてくるので、キャラクターでガードしてて、他のキャラクターでその間に別パズルを解いていくとか、もしかしたらビームと盾っていうと反射っていうのを思い出すんですけど、私ゼルダとかであるんですけどね。反射とかができて、それ関連のパズルがあるっていう可能性もありますね。あくまで考察ですが。そういうパズルとかが好きであれば、今作プレイしてみる価値はあるんじゃないかな。で、途中でクリスタルのようなものを入手できていたから、おそらくアップグレードか何か、ショップでの買い物か何かが途中でアンロックされる、できるようになるのではないかなと個人的には思っています。ということで、いかがだったでしょうか。グリークメモリーズオブアズール。アズールでいいのか、アズーラでいいのか。じゃあ気になった方、好評デモ版が公開中なので、チェックしてみてください。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。ライブ配信などの情報は Twitter の方に出してぜひチェックして遊びに来てください。動画下記の概要欄の方に私の Twitter のページや今作のストアページを貼っているので気軽にフォロー&チェックください。またもしよければ高評価の方もよろしくお願いいたします。ではまた次のゲームでお会いしましょう。ホビドワでした。ご視聴ありがとうございました。